白洲太郎です。あ、突然ですけど鬼滅の刃っていう漫画知ってます？これ見えるかな？はい、うん、どうやら日本で大人気みたいで、つい最近ねジャンプで連載が終わったっていう、そういうニュースを聞いて僕も知ったんですけど、ブラジルもね結構日本のアニメとかすごい人気があって、ドラゴンボールとかナルトとかワンピースとかもう大人気なんですけど、友達のブラジル人のハリーってやつも犬夜叉とかランマ2分の1とかそういう漫画をよく見てるって言ってました。とにかく日本のアニメはブラジルですごい人気あります。だから当然サンパウロとかに住んでる人だったらこの鬼滅の刃、大人気アニメ絶対みんな知ってると思うんですけど、僕の住んでるところはサンパウロから2000キロも離れたド田舎なんですよ。ド田舎の子供たち鬼滅の刃知ってるかなと思って、ちょっと厳しいんじゃないかなっていうのは正直な予想なんですけど、僕の屋台に若者たくさん買いに来てくれるんで、鬼滅の刃知ってる？ってちょっと聞いてみようと思います。で、わあ、動画の終わりで皆さんに結果を知らせするんで、ちょっと最後まで付き合っていただけたら幸いです。で早速行ってみましょう。はい。